はい、どうもこんにちは。デザキラスジャンネルデザデです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 。はい、はい、今回ご紹介する商品はウルトラ怪獣オーブシリーズ04宇宙狂犬怪獣ケルビムでござりまーす。はい、ということでですね、ウルトラマンメビウスに登場したマーネも王道っていうかもうね、本能でかっこいいよねってね、思わせてくれるようなこのね、デザイン、フォルム、すっごくかっこいいですよね。いかにも男の子が好きそうなね、頭の角、このトゲトゲしてね、立ったら一目散に死にそうな、この尻尾、鋭利な爪、この牙に凶暴なお顔、まあ、どれをとっても素晴らしい体重ですよね。ということでね、もう、はい、ソフビー人形ってさ、あんまり言うことないじゃん。動画の分数短いよね。本当に、なんでしょうか、あれね、色が少ない。いやー、本当に色が少ないね。かっこいいんだけどね、紺色みたいな、紫みたいな、赤血色にちょっとこう、茶色が、肌色が塗ってあるぐらいですからね。まあ、色はね、少ないっす。造形はむっちゃくちゃいいんだけどね。この、鱗みたいなとか、すごいかっこいいんですよ。で、角のね、この角のさ、このグラデーションってかも、いいんですよ。ただね、まあね、紺色っつか紫色がまあ、多いですね。まあ全体的に見ると、このような感じでございます。尻尾はね、かなりボリュームがあって、かっこいいです。ということで、フュージョンカードを見ていきましょう。スイッと！ということでですね。はい。ケルビムさんもですね、大怪獣バトルとかで、出てなかった怪獣なので、初グラフィック化、ポリゴン化っていうね、感じですね。尻尾がものすごいダイナミックで、ぐるぐるってなってるイラストで、いいですね。もちろんの、メビウスの胸のマーク、属性は火ですか。画面がこんな感じでございます。ステータスは一時停止してね。ってことで、必殺技がね、なんかすごいですね。担当エクスクルーシブスピック。ちょっとカタカナ弱いからな。今回はですね、ウルトラ怪獣オーブシリーズ04宇宙狂犬怪獣ケルビムをご紹介いたしました。はい、皆様もぜひね、まあ、塗装箇所はね少ないんだけれども、このねフォルムに惚れた方はね、ぜひ買っていただきたい。むっちゃくちゃかっこいいですから。ということで以上でいただきますでーす。バイバーイバ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 イベビー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